さん完全に優しいオーラが出てるんですよなので、まあ、初め会った時はこうやって緊張してはっって感じだったんですけど、なんか今それこそ上で会議とかしてる時も笑いが出ちゃうぐらい面白くて、いい人たちだなっていう、新卒だけどちゃんと受け入れてくれてる、そのなんか拒否されてる感がないので、すごいフレンドリーではないけどこの受け入れる感、この受け止めてくれる感が強いので、なんか何しても大丈夫そう失敗してもどんまいっていう感じで笑って受け入れてくれそうですやっぱり人の良さですかね。働く中で人間関係って大事だなと思うので、思ったイメージと違ったんです。おつぼねさんがいてそれに従わなきゃいけないっていう感じだと思ってたんですけど、今一緒に働いてくださってるメンバーの方はそういう年齢関係一切なく、それこそ本当にたわいのもない話から保育の話になって、今日はこんな方したねとか、一緒に働く上でそういう日常話もできるぐらいの関係性だからこそ、多分保育で困ったことがあった時も10年とかやってる先輩とかに気兼ねなく相談できるところが、やっぱり人間関係がいいなっていうリフレッシュ休暇があって、それはその同期の話とか聞いてたり、他の園で働いてる子の話聞いてもないので、何それってめっちゃ言われて、そう、幼稚園とかだったら長いお休みがあるかもしれないけど、保育園でそういうのってないなって思って、長いと有給とかもくっつけたりすると1週間ぐらい休めるので、保育士ってあんまり旅行とか海外旅行とか行けない気がするんですけど、1週間あれば海外旅行とかも行けちゃうのかなって思って、すごい良かったですそれは平日に4日間連続に取らなきゃいけなくて、土日とくっつけてもいいので火曜日からずっと休んで、平日4日プラス土日とか有給とか3連休にくっつけたりしたら1週間丸々休めて、それに有給もくっつけられるので、それこそ自分の好きなタイミングで入れられるので、自分の予定に合わせて休み取れるのでいいなってめちゃくちゃ思います。